東京池袋のサンシャイン水族館で写真を撮っているのは県立松山高校の新聞部です。7月29日から先月4日にかけて鹿児島県で開かれた文化部のインターハイ全国高校総合文化祭で151校の中から最優秀賞に選ばれました。対象となったのは彼らが一昨年11月から去年10月までに発行した38部の新聞です。審査員から1年間で紙面となった記事は287に及び高校生活のすべてが反映されていると高い評価を受けました。展示物についての質問させていただきます。はい。今まで数々の展示を行ったと思うのですが、なぜ猛毒展をリニューアルしたのですか？なぜ猛毒展をリニューアルしましたか？そうですね、一番最初に猛毒展をやったのが2014年、もう約9年ぐらい。この日は生き物をテーマにした紙面を制作するため、企画展の担当者にインタビュー取材を申し込みました。もうたくさんの人に取材できてるんで、本当に違う話が聞けるっていうのは本当にいいなって思ってます。やっぱ新聞見てて、やっぱ写真って真っ先に目に入るものだと思うので、自分は。なのでやっぱこの写真いいなとか、そういうふうに思ってもらえたら嬉しいです。自分が高校生だった時の高校生の子たちと違うなってのが印象的なところで、みんなしっかり自分の中で疑問を持って私にその疑問をぶつけてきてくれるかなって思ったので。全国の頂点に立つまでの道のりに欠かせない人物がいます。顧問の矢野雄貴教諭です。矢野教諭が顧問に就任したのは一昨年3月。当時新聞部は廃部の危機に直面していました。当時は、思っても見なかったのでかなり不安ではあったし、あと同時に責任感がありましたね。はい。1ヶ月後に行われた新入生対象の部活動勧誘の会。他の部は上級生たちが新入生を勧誘する中、部員がいない新聞部は矢野教諭が自らプレゼンし、新聞部は生まれ変わると訴えました。なぜ教員が紹介ビデオを撮っているのかといいますと、今新聞部は部員が0人なんです。とにかくこの部活はなくなっちゃいけないかなと思いまして、新聞部はやっぱ松山高校の記録を担っている部活だったので、一緒にやってみようよっていう気持ちで勧誘しました。矢野教諭の熱意が伝わり、この年は新入生22人が入部しました。1年生の頃の担任が矢野先生だったので、そこから積極的に入らないかと誘われたのが良かったのかなと思います。じゃあ実際3年間楽しかった？そうですね、トータルしてみてもすごく楽しかったので、他の部活に入らなくて良かったなと思います。その後2年ほどで部員は100人以上になりました。先生の印象はまず会った時は生徒って思いましたね。ちょっと失礼かもしれませんがなんか若々しいけどその知識は豊富みたいなとこがなんかすごい憧れる先生だなっていうふうに思いました。矢野教諭はここまで部員が増えたのは勧誘をした時に提案したあることも大きな要因だったと考えています。それは分業制です。取材で質問をする取材班、メモを取るライター班、取材の様子を撮影する写真班、レイアウトを作成する IT 班に分かれて活動しています。一人で全部の仕事をやるのは大変なので、分かれてるのはいいことだと思っています。この分業制だと一つのことに専念できて自分のやりたい仕事を見つけられて楽しく活動できると思うので。分業制は生徒たちがそれぞれの個性を伸ばして輝くという現代の考え方にフィットしていると矢野教諭は考えています。
喋るのが苦手な子がいるんですよ。でもそれでも十分に生きていけるし、書く才能が持ってたりするので、まあ、そういう子たちも生きていける場を部活が作るべきなんじゃないかなと思いまして、分業制を導入してます。新たな活動スタイルで新聞の質を高め、廃部の危機からわずか2年余りで全国の頂点にたどり着いた松山高校新聞部。これから目指すものは、やっぱり成績はついてきたし、全国2連覇もしたいところなんですけれども、新聞部が自分たちの興味を大切にというモットーで活動しているので、まあ、彼ら3年間したがない中でやりたいことを全部やってから引退してもらいたいなと思います。